久しいな、二人とも。息災だったか。いやいやいや、勝利、お前がなんでここにいるんだよ。悠々と闊歩するのであれば、目先のものだけにとらわれていてはならない。自由で豊穣なる風の国、実に良きところだ。だがここでお前たちに会えるとは思わなかった。強行だな。では煙火茂り場で一杯入れてもらおう。濃いめで頼む。透き通る茶の色は美しく、口当たりも甘く芳醇。そして後からカカの香りが広がっていく。実に見事だ。おお、勝利はお茶を飲むにしても他の人とは一味違うな。おいらだったらごくりと一口で飲んでうまいくらいしか言えないぞ。丁寧に心から味わうことは、茶を入れてくれた人に対しての敬意でもある。いい茶とはめったに出会えないものだ。そしてその茶で人を喜ばせることができるものはさらに貴重な存在と言える。そっか、なるほどな。じゃあお茶の味わい方をオイラにも教えてくれよ。まずは匂いを嗅いで、それから飲めばいいのか。ああ、そうだ。茶葉にはそれぞれ特徴がある。茶を飲んでいくうちにそれが自然と分かってくることだろう。茶の香りを嗅ぐことでその良し悪しも多少分かるようになるはずだ。湿った匂いと強く焦げた香りがする茶は質の良くないものだ。一方、甘美でまろやかな香りがする茶は質がいい。よりこだわりたいのであれば、リーウェに古くから伝わる品香灰を使うといいだろう。これは香りを味わうための専用の茶器だ。どうしよう。なんだかこれまでずっとお茶で損をしてきたんじゃないかって気になってきたぞ。気にするな。学問とは奥深いものだ。いつ始めようとも遅すぎるということはない。初めてであれば、まず湯の色を観察し、そして香りを楽しみ、最後に茶をいただくといい。浅いところから入り、徐々に深きところへと歩を進めていく。これはあらゆる物事に通ずることでもある。リーウェの北西にある行栄荘は茶業で有名だ。機会があればそこへ行ってみるといい。ただ今日話したことの大半はリーウェの伝統を重んじる俺の習慣に過ぎない。茶を飲む習慣や文化は地域によって異なるものだ。異国の地ではその土地の習慣を尊重すべきだということも忘れないでくれ。オイラ完全に理解したぞ。覚えられるかどうかは怪しいけど。礼を言おう。このようないい茶を飲むことができ、足を運んだ甲斐があったというものだ。もしいつかお前が茶館に立つ日があったら、必ず俺も行こう。でもオイラたち忙しいし、茶館で働く暇なんてないかもしれないぞ。いずれにせよ、機会があれば俺は助力する。さて今日はこのくらいにしておこう。お前たちの仕事がうまくいくよう祈っている。ふん、代金はいつも通り往生堂に請求しておいてくれ。
可愛い子ちゃんじゃない。会えて嬉しいわ。まさかこんなところで会うとはな。私もリサと同じ気持ちだ。もうこんなところだなんて。酒場は体を休めて楽しむにはぴったりの場所なのよ。はあ、可愛い子ちゃんには想像できないでしょうね。私がどれほど苦労して仕事に追われているジンを椅子から立ち上がらせたことか。それにまだ来たばかりなのにジンったらもう心配した表情をしているし。リサ、そうだな、ジン団長は代理団長だし、騎士団のことが心配になるのも仕方ないよな。でもせっかく来たんだから楽しんできよ。ほら、こいつに美味しいドリンクを作ってもらえ。飲めばきっと気分も明るくなるぞ。はあ、息抜きの仕方を学ばなきゃいけないのはジンだけよ。かわいこちゃん、ロマンティックオーダーを一杯いただけるかしら。サイズはミディアムで甘めにしてちょうだい。ジンは何にする？ああ、私はコーヒーでいい。同じミディアムサイズで頼む。ジン団長、普段からコーヒーばっかり飲んでるし、たまには他のにしたらどうだ？ありがとう。だがやはり眠気を覚ますようなものが飲みたいんだ。あ、頼む。この甘さちょうどいいわ。ああ、コーヒーもコクがあって苦味もちょうどいい。リサが言ったことを私も理解はしているんだ。え？最近自分の足りない点をよく反省することがある。仕事の効率も能力もあらゆる面で改善の余地があると。私のストレスがきっと知らない間にリサにも影響を与えてしまっていたんだろう。え？そうね。ほら、可愛い子ちゃんだって分かっているみたいよ。あなたがあまりにも疲れた顔していたから、一緒にお酒やお茶を飲んで楽しいことで息抜きをしようと思っただけ。それなのにここでもあなたは仕事のことばかり考えているんだもの。そんなんじゃ私だって悲しくなるわ。ずっと気を張り詰めていたらいつか倒れてしまうわよ。君もそう思うのか？どうやら息抜きすることを学ぶのが私にとって一番の課題のようだ。ああ、
仕事をするときはしっかり仕事をして、休むときにはゆっくり休む。わかりやすく言えば、お前ら二人を足して2で割ったような感じがちょうどいいな。なるほど。ありがとう。酒場は飲み物を飲むだけでなく、気分まで明るくしてくれる場所だったのだな。だから、リサとガイアは酒場が好きなんだろう。ええ、そうね。でもそれは、バーテンダーが誰かにもよるわよ。今日は可愛い子ちゃんのおかげで、ジンを説得できたわ。あなたの口がとても上手だからでしょうね。それじゃあ、私たちはこれで。機会があれば、またここに来て、息抜きをしようと思う。あ、じゃあな。スモールサイズのフローティングリーフをお願い。大丈夫よ。なんだかエウルアの様子がいつもと違うぞ。まさかここに来る前からお酒を飲んでたのかな。確かフローティングリーフってコーヒーから作るんだよな。お酒の後にコーヒーって胃が爆発するんじゃないか。エウルアのお腹のためにも出す前にこっそりと水で薄めてやろう。味は悪くないわね。味噌であんなに薄めたのに気づいてないなんて、相当酔っ払ってるみたいだな。バーテンダー、もう一杯。ん？待って、どうして君たちが？悪かったわ。さっきまでキャッツテールに行ってて、そこで少し飲みすぎたみたい。ああ、一人でお酒を飲むのは寂しいしな。オイラたちと話せば気分も明るくなるはずだぞ。確かに一人でお酒を飲んでいたわ。飲んだにいるとどの酒場に行っても歓迎されないのよ。今日はせっかく気分が良くて、だからお酒を飲もうと思ったのに、また人に後ろ指を刺されて。君はどうやってそんなにたくさんの友人を作ったの？人が君のことを話すとき、その言葉にはいつも憧れが見えて、みんな微笑んでいるわ。なのに私の名前を聞いただけでみんな。ローレンス家に生まれたのはエウルアの意志とは関係ないだろ。それにオイラたちはそんなこと気にしてないぞ。オイラたちの知ってるエウルアはすっごくいいやつだからな。
ただエウロアって素直じゃないっていうか、いつも人を恨んでるふりをして優しい一面を隠すんだよな。ちょっと、誰がふりをしているですって？本当かしら。酔っ払っていてもそんな日が来るなんて想像できないわ。ずっとずっと私がセピロス騎士団に入ってからもみんなは。あの金融野郎もそんなこと言ってたよな。エウルは、お前は自分のやり方で進めばいいんだ。いつかみんなが抱いているローレンス家のイメージをお前が変えてやろうぜ。ええ、ありがとう。私話はここまでにしましょう。今日は帰るわ。大丈夫よ。今は他のことを考えていられないもの。さっきの話をしっかりと覚えておかなくちゃ。帰ってすぐ紙に書かないと。酔ってるエウルアっていつもより素直になるんだな。でもあのエウルアの決め台詞を聞けなかったのはなんだか物足りない感じがするけど、あいつの酔いが覚めた後、この間のことは全部忘れなさいとか言ってこないよな。おお、旅人じゃないか。ここで会うとはな。よし、この酒場で一杯やるか。まさかあなたがここにいるなんてね。会えて嬉しいわ。え、お前たちもしかして二人で来たのか。ああ、このお方がゆっくりと休みたいっていうもんでな、この辺りを旅行することにしたんだよ。だが旅行に対する認識が私らの間でずれてたみたいだ。まだ数えるほどしか山にも登ってないのに、ここで休憩するとか言い出してな。まったく、これだから金持ちってやつは。その言い方傷つくわね。私はあなたのためにわざわざお酒を飲めるような場所を選んであげたのよ。まあ見識の広い船長様からすると、この小さな酒場では物足りないみたいね。し、わかったよ。たく、今回は私のおごりだ。これでいいだろう。北斗のおごり？おいらたちの分もか？だ、そうだった。つい。私はスモールサイズのカバの木をいただけるかしら。酸味を強めでお願い。なら私はラージサイズの夕暮れを頼む。
どうだ なんか言ってくれよ。緊張するだろう。そうね、かつての苦い思い出がよみがえり、今の幸せをかみしめられるような味だわ。ん？無一文から事業を成功させた味か？どんな味だよそれ。甘酸っぱくて余韻のある味よ。ああ、小さな商売で果物を売ってもあんま儲からないことに気づいた時の味か。わざわざ言葉にする必要なんてないのよ。過去のことは過去のこととして、ただ味わえばね。高貴な天珍様が街中で果物を売ってたなんて誰が想像できるだろうな。私が元は漁師だったのと同じくらい信じられない話だろ。そんなことないわ。私から見たら、北斗船長の海を見通すその目も、波を乗り越えて前へと進むその心も、海に囲まれながら生まれてきた人のものだわ。おいおい、それは私を褒めてんのか。あなたの悪口を言っても何のメリットもないでしょ。まったく、あんたの口がうまいのは知ってたが、今日はもともと私のおごりなんだ。これ以上は何も出ないぞ。そうね、ならもっといただこうかしら。よし、バーテンダーもう一杯だ。お、威勢がいいな。じゃあ私ももう一杯いただくか。モンドのジュースは美味しいわね。毎日飲めたらいいのに。あ、まさかとは思うが、夕暮れの実の貿易ルートを開拓したいとか言い出さないよな。あら、面白そうね。おい、本気か。冗談よ。夕暮れの実に関する貿易はすでに一定規模で行われているわ。だから私が手を出す必要なんてないの。今日はありがとう。もしのんびりと働ける仕事に就きたくなったら、私の専用バーテンダーになってみるのはどうかしら。それならうちの市長整合に来ないか。みんな酒が好きでな。あんたがもし来てくれたら、思う存分酒を飲んでたらふく肉を食うんだ。絶対に楽しいはずだぜ。北斗船長は私と人材の奪い合いをする気？そんな必要はないわ。旅人の作った飲み物が飲みたくなったら、軍玉閣に来ればいいでしょ。いつの間にかあいつらの中でお前を雇うことは決定してるみたいだな。二人とも元気にしてたか。おう、ふう、友達がこんなに続けて何人も来てなかったら、きっと今回も驚いてたとこ。って進化校は？やっぱり驚いたぞ。うむ、ここまで来るのは実に大変だった。エンジェルズシェア、名前も言いにくい。ここにたどり着けたのも、熱心な勝利殿が道案内してくれたおかげだ。道案内を、ってことは、もしかして、わざわざ飲み物を飲みに来てくれたのか？ああ、そうだ。その、友人、だからな。ほら、メニューはこれだ。北風の望み。北風とはひんやりとしているということか。この北風って多分ボレアスのことだよな。
寒いといえば確かに寒いけど。松笠キャラメル、松なのに飲めるのか。あ、それならオイラも飲んだことあるぞ。キャラメル味のコーヒーだ。松笠は色のことだと思うぞ。名前を見ただけでは全く想像がつかない。ここは主らに任せよう。精神や瑠璃袋のようなそういった味のものを頼む。そういう薬草はここじゃ育たないんだ。もし苦いのが飲みたいならコーヒーくらいしか。うむ、任せよう。そうだな、ずっと修行してきたんだし、また違う味を試してみるのも悪くないと思うぞ。神格には親切な口づけを作ってやろうぜ。こいつにぴったしの名前だしな。甘くて口当たりがよく苦味が全くない。これは何という飲み物だ。親切な口づけって言うんだ。まるで雪が降り積もったみたいな飲み物だろ。これは牛乳を泡立ててふわふわになった部分を飲み物の上にかけてるからなんだ。口づけってつけた理由は、オイラもよくわからないけど、多分植えるためにお店側が考えた名前だと思うぞ。うん、そうすることで売れるのか。え、だ、多分そうかな。オイラの想像でしかないけど、ロマンティックな言い方だろ。ロマンティック。ね、説明するのが難しい。オイラの頭じゃこれが限界だ。そうそう、ふむ、そうか、分かったような気がする。待て待て、なんで今ので分かるんだ。今度はオイラが分からなくなってきたぞ。我が山を歩くとき、時々戦争を口にすることがある。目が地面から出てくる瞬間もこの目で見たことがある光景だ。心を揺さぶるこの感覚は確かにあの瞬間のものに似ている。感謝する。おかげでこのような難解な名について理解することができた。これからも主に迷惑をかけるかもしれないが、よろしく頼む。